皆さんこんにちはこんにちはブラックベルトシリーズ生老化ジェネラル今回はニューヨークのセントルークス病院で研修されその後テキサスハートインスチューションでチーフフェローコロンビア大学でアシスタントプロフェッサーをされた後現在慶応大学病院の循環器内科で活躍されている高坂先生をお招きしています高坂先生よろしくお願いします,しします今回はあのプライマリーケアの現場でよく遭遇する症例をえ集めてまいりましたので えー、そういったことを通じて皆さんと一緒に勉強させていただければと思っております。早速い50歳の男性、地下鉄の階段昇降時などの動作時に、えー、胸部圧迫感を感をじるよううになったという方です、うんまあ、こういう患者さん、よよくあれですよねやっぱり喘息とか、肺気腫などの呼吸器疾患とか、もちろん循環系であれば心不全とか狭心症とかやっぱり考えて問診を進めていきますかね。はい まあ、循環器内科医としてやっぱり最初に考えるのはこの人は循環器疾患かどうかっていうところをどうしても一面的に考えてしまうんですねでその根拠としましては、まあ、循環器疾患は他の、えー、領域の共通疾患と比べて、えー、かなりリスクが高いということとあとやはりこちらのスライドに示させていただいたとおりにもしも共通患者が100人でもらうと、まあ、5人が心筋梗塞であり、まあ、15人が狭心症というデータに示されているとおり頻度が多い疾患なんですよね。 さらにですねこの時に大体100人中2人ぐらいが診断がつかないというふうに言われておるんですけれどもそのまま帰宅した場合に死亡率が入院した場合あるいはきちんと精査を受けた場合と比べてざっ、ま、と2倍ぐらいに跳ね上がってしまうということで、まあ、こうした疾患だけはできればきちんと診断をつけて対応したいということからまず第一にやはりこうした疾患を まあ循環器の専門医ならずとも考えるのではないかというふうに思います。まあ近期性が高いということですよね。はい、ということで、まあできるだけ見逃したくないんですけれども、どういう点に気をつけて先生はこういう患者さん見られますか。心電図ですね。うん、そうですよね。やっぱり心電図に異常がないかっていうことをしっかり見ると。ね、まあそうなんですよね。あのだいたいこういったプレゼンテーションを研修医の先生とかから受けるときも、まあ。 この人の人はどうでしたとかあとはまあマーカーがどうでしたとかあの CK がとかそういう話になりがちなんですがこういう時に実は忘れていけないものはやはり問診から得られる情報ということだと思うんですよ。で僕の中で、えー、こういうい時に 必要な情報の割合っていうのを考えると大体1問診2問診で、まあ、345ぐらい、まあ、8ぐらいまで問診の情報なんですねその後初めて、まあ、フィジカルの情報ですとかあるいは心電図の情報ですとかが、まあ、参考になるかなぐらいの考え方なんですよね逆に心電図に頼りすぎると危ないということなんです、ね、それはかなり危ないですね、はい、いです分かりました <laughs>、はい、で具体的にどういったところに注意を置けばいいのか狭心症と一言 てしまいますけれどもその中でだいたい私どもの中では3つに分けて考えます、えー、定型的な狭心症とまあ、可能性の高い狭心症あと非定型的な狭心症ということなんですねでこれでだいたいですねその方がまあ本当に心臓を原因とした胸の痛みを訴えているのかあるいはそうでないかのかっていうところの目安をつけることができます で具体的には3つの質問に集約されると思うんですが1つはその場所がどこであるか具体的には胸骨の裏の痛みということであると狭心症の確率が高くなりますさらにその狭心症ないし共通が安静時に良くなるということがもう1つのポイントとなりますでその安静時に良くなる狭心症に対して老作時に悪くなるというのが最後のポイントになりますまあこの3つが非常に大切 っていうのはそうです、ね、あの分かったんですけどじゃあ実際に患者に会った時に先生は、はい、あの具体的にはどういう感じで質問されますかそうです、ね、まずその共通がどこにあるか指さしてくださいということを指さしてもらいます、うん、で指先で指をさせるような痛みであったら逆にちょっとそれは強心症ではないかもしれない。 こう胸の奥が苦しいんですよとかあるいは圧迫感があるというのが典型的な症症の症状ですねそれが決まった動作で階段を上がった時とか重い荷物を抱えた時に痛くなりますとかあるいはえニトロ剤を飲んだ時あるいはこう休んでたらよくなるんですよっていうような そういう情報が入ってくると、まあ強心症の確からしたというのは非常に高くなります、ね、実際あの強力関節炎とかリウマチの方でいましたな、ね、あと見逃したのはあの体調不振が実はあったとかですね。すね <laughs> 見逃したね。ちゃんと見た。<laughs> で具体的にちょっとデータでお示ししたいんですけれども、こちらの数値見ていただいてわかる通り、先ほど挙げた項目のうち三つとも当てはまっているっていう方は。